でかいでかいでかい。うわーマジか。何来た？え？うわー。おお。はい。初めて見た。釣れた。釣れた。食べろ。食べよう食べよう。はい、ライドご飯。ロイド。ご飯の時間がやってきました。イエイ、はい、今回はですね、うん、海にやってきました。はい、海で初めてのバーベキューをやろうかということで、うん、今釣り終わったところなんですけど、今日はなんと、うん、ゲストが2人いまして、うん、魚が思うようには釣れなかったんですけど、うん、普段釣れない魚が3匹釣れたので、ねえ初めて見た、うん、それも含めて焼いて食べたいと思います。いいね。それではレッツゴー。一緒に初めて釣りをして、そうです、ね、うん、で1匹釣ってますからすごいですよ。これ、うん、なんかこんなやつも釣れないのかね。これでやっていきましょう。おお、これ1個でいいと思う。1個でいいと思う。炭を釣りました、うん、はい、ということで、うん、この長いやつを買ったんですけど、うんうん、短いやつもあったんですけど、あ、本当、ここで面白いね。こういう形の着火剤初めて見た。多分キャンプよくやってる人からしたら、まあ縛かれると思いますけど、甘いなって感じだったんですよね。こっちを開けていこうか。本当だね。もう火ついたかな。火ついてると思う、ね、うん、ちょっとこれが落ち着いたら焼いていきましょう。肉が焼く。買ってきましたよ。今日の焼肉です。来た来た。すごいね。うん、魚さばいいとこかな。そうだね。でさ、このヒレをまず、うん、いきます。はい。なんかこのヒレがすごいね、危ないらしいので、はい、こう、うん。結構開いた時にあのかなり痛そうだもんね、このトゲみたいに。ね、え、何に？ OK です。なるほど。なんとかやりました。取れました内臓も。これをね、うん、塩焼きにしましょう。塩焼き、楽しみ。何を持ってるか分からないんで、うん、と、レンコンが釣った鷹の肌と、ちょっとアイゴです。これアイゴはまあまあでかいよね。ちょっと時間かかりそうやから焼いていこうかな。来ました。これすごいね。じゃあ次はそろそろ時間かかりそうやつで、今がデン君のやつね。鷹の肌、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 確かに、まあ、まあ、確かに。で、これが石垣台。石垣台、これがメジナ釣ってて釣れたから、あ、避けるの早いね。いい感じで、うわーすごい、うわーすごい、美味しそう。早いな、うん、これ、うん、これちょっとやってみようかな。なんかこっち火が弱そうに、あーでもめっちゃなんか匂いがいい。
塩むすびと専門的に、あとこのレーズンブレッドとかアンバターブレッド、これを焼いてます、魚の横で。うまそう、うまそう、本当に大丈夫、ハム大丈夫、いい感じ。どうぞ、熱いよ。あ、まだそうだ、すごい。うまい、美味しいです。おー、良かったね。あ、アンバター、アンバター、結構すごく焼けて、なんかかなり焼けてきたね。焼けました。じゃ、鷹の肌。うわー、ほら焼けますよ。ほら、ほら、うまそう。ほら、そう、マックはやっぱりこのおにぎり、白米です。白米です。塩むすびと、これ美味しいよね、結構。塩むすび。はい。はい。すごい。美味しいですね。鷹の花。味が食べたい。すごい。パンパンくそ。また声がでかいね。最初に釣った魚やもんな。鷹の花。鷹の花。なおはない。ない。ないない。ほら、やっぱ皮が厚い。ほら、なんかあのなんてゼラチン質？すっごい。焼きが甘かったらもう一回焼くから。じゃあちょっとしっかりしてる身が。骨がついてるとこ、骨がついてる。いただきます。はい、雨来たね。おいしい。うん、本当あのね、おいしいよ。あの身がし、なんでしっかりしてるね。そう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 、うん、味が濃い濃い濃い。もう一個いってる。こっちこっち。私ね、このね、背中部分好き。あの青い青いところね。あ、これ絶対美味しいやつ。しかもなんだろう、ちょっとなんか苦味があって、本当に美味しい。美味しい。ちょっと食べて食べて。レンコも食べて。これも食べて。これこれ。うん、これうまいよ。焼き具合大丈夫、全然。大丈夫。うん、この辺がうまいね。この辺りね、おすすめ。あ、雨来た。雨が来た。雨来た、雨来た。このレーズン何だっけ？ブルーベリー。ブルーベリー。うん。それ実は私おすすめなんです。うまい。なんか外で食べると何でもうまい。ね。はい。こんな感じ。かなり、あ、すごい身が硬っ。しっかりしてね。美味しそう。うん。うまい。すごいね。これうまい。まあ、美味しそうだもんだって、もう旗から見て。食べないで。もうぜひ食べたいです。すごいね。この身のしっかりしてる感じが。うまっ。めちゃくちゃうまいね。うまいよ。うまっ。え、この辺食べていいの？もちろん。この辺だってすごいいいとこじゃん。こんな美味しいの？うまっ。めちゃくちゃうまいね。雨降ってきましたけど。関係ないよ。じゃあこの石垣台か。石垣台。こっちもすごい身がしっかりしてるね。うん、しっかりしてる。うん、この箸で取るときに、うん、また全然味違うけど美味しい。すごい脂が乗ってるっていうはあれじゃないんだろうけど、すごく身が新鮮だね。美味しい。うまっ。マコも食べる？いらない。え、なんで？こんなに。でしょ。米なんでまず、なんで今日チャーシュー持ってこなかった？え？チャーシューあんな用意してって言ったじゃん。いや、言ってない。言ってないよ。言ってない。言ってない。なんか勝手に話を作らないように。しょうがないな、食べてあげるよ。お願いします。また食べてみましょう。食べてみてよ。
これ、うん、これがあやちゃんがおたけびを開けてた。あ、すっごい柔らかそうだね。しかもうまいよ、これ。こっちの皮。うまい、うん、うまい。ちょっとこの、チャーシューの方がうまいけど、チャーシューの方がうまいよ。そんなそれはないでしょみたいな。そんな何答えられないよ俺は。チャーシューの方がうまいけど、魚もうまいね。うん、内臓の苦さとかちょうどいい。うん。トンカツ結構食べてる。石垣台。うん。うん。石垣台見て。うん。これよく釣れたなと思って。うん、本当だね。だよ。こいつが釣れなくてしょうがないんで、俺は何年やっても。確かにね。確かにこの2年ぶりに釣ってさ。焼いてもこんなうまいんだ、うん、初めて焼いて食べた俺、うん、あ、本当に、うん、うまい、あ、そう、刺身が多いもんね、うん、で、醤油かけてそうだね、ちょっとなんかまた皮の質が効く、うわ、おっきい、やっぱり全然、あー、いただきます、うん、全然違うんだね、うん、美味しいよね、うん、なんだろう、香りがするね、なんか、熱い、熱いですね、味がまたしっとりね、うん、肉厚で、うん、さびみたいな、質が違う、なんだ、何だ、魚食べてるみたいじゃん、魚じゃないの、ガンガン食べてな、美味しい、魚じゃないみたいな硬さがあるよね、しっかりして、なんかささみたいな、あ、そうだね、なんかね、こんな感じのね、マコの牛脂、この牛脂だけでマコは食べるもんね、ご飯を。食べないです。ね。シルス余らしとかないとダメだよ。あ、あるよ。ある。まだ、うん。すごいね。うん。もうそろそろ暗くなってきたんで。そうだね。早く、うん、早く焼きましょう。美味しそうだぞ。うわ、めちゃめちゃ美味しそう。めちゃめちゃ美味しそうだ。めちゃくちゃうまそう。あ、うまそうですよ。もうあのラーメンにしても。よっしゃ、レンコ行く。行きます。うん。絶対うまいよ、こんな。こんなだもん。いただきます。すごいね、これはやばいね、うまい、ライス食いたくなる、これライスあるよ、まだまだあるよ、ほら塩残った、これはうまいやろ、うん、うまい、めちゃくちゃうまかった、美味しかった、最後の肉って感じがしました、うまいやね、ウルティモカルネ、シムカルネ、かっこいい、まずギリギリ、ファイナルビー、ファイナルビーまあいいんちゃうかな、うん、あ、戻ったか、うん、そうね、それが問題じゃない、はい、うん、もう頑張ってますから、今回は、うまい、
これめっちゃいい肉だね、マジで。なんかモクモク取れんめっちゃいい魚ですね。魚好きだね。今日は魚に反応しています。はい、ということで、はい、バーベキュー終わりました。はい、お疲れ様でした。ちょっと寒すぎたんで、はい、温泉に今入ってきたんですけど。そうですね、うん、はい、ちょっとまた次回、うん、パワーアップしてやりたいなと思いました。そうですね、今回は一切自分はもう火も起こさなければ魚も釣らないし、何も用意しなかったけど食べました。 おにぎりとね、うん、白米と食べました。魚美味しかったですね。美味しかったね。美味しかったよ。だから予備で、予備っていうか肉を買っていったんですけど、うん、魚だけでも良かったんじゃないかなぐらいうまかったです。石垣鯛釣れるんだってびっくりしたもん。びっくりした自分も。初めてですよ、石垣鯛がメジナ釣りで釣れたのは。あ、びっくりしました。遠くから声が、規制が聞こえてきて、わーって聞こえて。だってあれ沖網つけてたわけでしょ。沖網で、あ、ちっこい、ちっちゃい。そう、すごい浅い棚でやってて、びっくりしましたね。あとアイゴも釣れたし。そうだね。はい、ということで徐々にこれからバーベキューも、はい、上手くなっていきたいですね。そうだね、うん、上手になって。確かに火を起こしたりとかね、もっと要領よくパッパッと行きたいなと思いましたよ、はい、今回は5人で、はい、5人でやったんですけど、うん、また仲間が増えたら嬉しいですね。そうだね、はい、はいはい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。